所は、神奈川県山和市に、かつて存在した、日本 IBM の事業所。2012年7月に、IBM 東京ラボラトリーが、日本 IBM 豊洲事業所内に開設され、本事業所は閉鎖された。現在は建物を土地所有者の三期工業が、研究所として利用している。神奈川県山和市下鶴馬1623番14に、所在。 建物の設計は、日建設計による。1985年に設立され、最盛期は、日本 IBM の研究、開発部門の多くが集中した。また、当初は、東京都千代田区三番町にあった東京基礎、研究所も、当事業所へ統合されていた。なお、シンクパッドや、シンクセンターなどの製品は IBM から例のぼえ、事業所と後も当事業所内。 レノボヤマト事業所で研究開発が継続されたが、2010年末にこの研究開発の拠点は横浜市港未来地区へ移転している。日本 IBM は2011年4月26日、事業所の再編に伴い、ヤマト事業所を2013年に閉鎖して、豊洲事業所へ機能を移転させると発表したが、当事業所は冒頭の通り少し前倒しとなり、 2012年7月に閉鎖された。IBM ヤマト開発研究所遠隔世界向けなど、日本及びアジア太平洋向けなど、研究開発研究所長所内に、システム開発研究所、ソフトウェア研究所、マイクロエレクトロニクス事業所などがあり、その所長などもウェブ上では参見される。デノボジャパンヤマト事業所、IBM のノート型パーソナルコンピュータである、 シンクパッドシリーズの開発を当初より手掛け、日本 IBM ヤマト事業所は世界的に有名となった。2005年に IBM のパーソナルコンピュータ事業はレノボへ譲渡され、シンクパッドシンクセンターなどの主要 PC 製品の開発グループもレノボへと移籍したが、これらの製品はその後も日本 IBM ヤマト事業所内に併設されていたレノボヤマト事業所で、 しばらく研究、開発を継続していた。2010年12月に、この研究開発の拠点は、横浜市、港未来地区の港未来センタービル内へ移転した、ものの、横浜事業所大和研究所として、大和の名称を残している。その他、シンクパッドシリーズの開発データノウハウを、デジタル家電や、自動車などの組み込み系コンピュータの開発、設計、 また他社への開発支援などへの展開に利用していくという発表が2005年にあった。IBM 東京基礎研究所は1983年にアジアで初めての IBM 基礎研究所として東京に設立され、1993年にこちらへ移っている。米国のニューヨーク州ヨークタウンハイツ、スイスのチューリッヒなどにある IBM 基礎研究所と連絡もしながら、 基礎研究をしている。2008年の要因は200名。ありがとうございます。